いつもありがとうございます。自作の YouTube の時間やってまいりました。ありがとうございます。今回ご紹介しますのはこちら、ハイコキさんの、はい、36ボルト充電型のインパクトレンジでございます。こちらの発売中なんですが、非常に使い勝手がいいのでちょっとご紹介したいと思います。まずちょっとスペックの方よろしいですか。すみません、カメラさん。レンジなんで、はい、こちらの方が 12.7 ですね。差し込みレンジ、はい、レンジです。なんと締めるのにはもう最高です。でパワー調整ができまして、もちろんこちらの部分ですね、こう弱中強、今になってますね。一番パワー強い状況ですね。でもう一つ、実はものすごい優れた機能あって、この単発モードってした場合ですね、はい、今ちょっと単発モードスイッチ入ってますよね。ボルトを締めた時にどうしてもこのまま締めすぎてガリガリガリになっちゃうと、そういった時に途中で止まってくれるモードもついてます。これ結構便利です。あとはこちらの力の方が、実はこんな小型なバッテリー式なんですけど、300ニュートンまで力を出せます。ということは、ザナネ締め、土台鉄とかですね、が実はこんな小さいんですけど、これでできます。それを今回ちょっと、実証を兼ねてやりたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ実際にそのザナネの締めの方ちょっとやってみたいと思いますので、ちょっとカメラさんお願いします。まずですね、単発モード、先ほど説明ありましたけれども、これは負荷がかかると止まるような設定になっています。まずこれでちょっとやってみます。お願いします。こんな感じで止まるようになっています。これはまあサラザガネなんですけど、はい、まあ、ソケット止めとか、はい、うん、そういった場合の時にでも、このガラガラっていうですね、そうすると結構電池減るので、あと結構、ま、バリバリバリってなってこう練り込んじゃったりってしますもんね。そうですね。まあ、あとは、まあ、ソケット関係 の、 この軸とか摩耗とかね、そういうのもなく、ストップモードがついてるので便利かなと、はい、でここをですね、もう一回押すとこう全点灯になります。全点灯ですね。そうすると、木工モードになります。で最高回転が4000回転ということで、結構すごいですね。まあ、今までですとやっぱ高度で、はい、うちの商品でいうと WR の 14SE とか、いや、WR の 16SE とかですね、優先のやつですよね。そうですね、はい、それを今まではお使いいただいてたんですけども、これ300ニュートンあるので、これでも十分締められるということが、この商品の強みになっております。結構でもこの大きさでザガネ締めて、結構お客さん聞いたら、できんのかい、ね、結構でかい機械でこうやってる人多いですもんね。そうですね、やっぱコードっていう概念がやっぱあったんで、コードレスだとやっぱりちょっと浮いてしまうとかね、はい、まあ、いろいろこういった種類があるんですけども、やっぱフラットにこうしなくちゃいけないということで、かなり力が必要なので、うちは4000回転で非常に速いモードで回転します。ちょっと実際本当にできるのか、ちょっとカメラさんポイントです。お願いしますよ。はい、おお、本当だ、入りましたね。いい、ちょっと充電型でザボリヒンとかで穴開けてから普通やるんですけど、はい、まあ、これだけでも十分にいけるということ で、ね、非常に力強い商品になってますので、ぜひ、お使いいただければな。これバッテリー線いらないでできますからね。しかも軽い、これインパクトとそんな大差ないですからね。今ちょっとこれついてますけど、これがもう充電でできるっていう。そうですね。ご紹介したのこちらの便利な、36V の充電型のレンジ、もちろん本体のみでも販売していますし、ありがとうございます。お得なセットがあります。ケースかっこいいですね。ハイコキさんしっかり入って、36V のバッテリーが2つ、あとはこちらですね、本体のみ充電器全部フルセットになりまして、セット、あとは本体のみの方でも自作の方で出してますので、ぜひ使い勝手いいので、こちら、うち来たときはよろしくお願いいたします。ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。